ヒデさん、ボートシーバスのイメージ全くないと思うんですけど今回どうでしょう。そうですね、まあ実は今から10年以上前ですかね、ちょこちょこボートっていうのは乗ってた時期がありまして、決して嫌いとかですね、苦手っていうのは一切ないんですけど、ただまあここのとこおかっぱりの方のやっぱり取材が立て込んでたんで、この何年か本当ご無沙汰してしまって、今回本当にね、自分的には非常に久しぶりの、あのボートシーバスだったんですけど、今まで自分のですね、足で行けなかったもの、自分の体一つでは行けなかったものに、行くための手段の一つとして、これマイボートっていうのがあって、今回みたいに非常にですね、細い運河からちょっと外洋に面したですね、大場所まで、本当自分のやりたい釣りをとことん追求するための、ギアっていうのがこのボートなのかなっていうのは感じます。渋い魚をぽっつらぽっつら拾い釣りしていくような感じになっちゃいましたけど、昼間なんて特に渋かったですか。もう本当にそこをいかにきっちりトレースして、そこにいる魚に口を使わせるか、口を使うようなアクションをちょっと織り交ぜてくるかと、意識しないともう本当にバイトすらないっていう、そうですね、適当に投げて釣れるもんじゃないんだなっていうのは、つくづく思い知らされましたね。赤潮みたいな時ってやっぱりこうストラクチャーとかよりもタイトにつくんですかね。そうですね、よく意識してるのは、やっぱり上の赤潮の層と下の海水の、本当の海水の層と、二層分化してるケースっていうのが往々にありまして、だから魚がやっぱ下の方の水質がまだいい方にくっつくんですね。なんで今回みたいにそのボトムをしっかりトレースして、なおかつそこで魚が食べやすいように、ルアーに反応しやすいようにですね、ちょっとスピードの変化をつけてみるとか、あるいはリフト&フォールでですね、軌道の変化をちょっと入れてみるとかした方が、結果的に魚が食いつきやすいというのが、すごく分かりやすい展開になったかなと思いますね。しっかりといる場所をイメージしながら、ただ巻いて引くだけではなくて、ストップ&ゴーで少しスピードの変化をつけてみたりとか、あるいはそのリフト&ポールで、リフトの後のポールで食わせるみたいなですね、まずメリハリで食わしていくっていうのをちょっと意識した方が、なかなか数が出ない中でも数は魚は拾っていけるのかなと。
可愛らしいサイズ来ました。一番最後のところでちょっとイワシにくっついてバタバタっと食った場所があったんですけど、まあ、ちょっとずらしただけでまた急に食いが渋くなったという部分もありましたんで、まあ、必ずあのルアーのローテーションとあとアクションの変化、この真ん中のその前にキャストしてるやつとは違うあのきっかけっていうのをですね与えてあげないと、まあ、いくら船でもやっぱりその魚っていうのは釣れてしまって食いついてこないのかなっていうのは強く感じましたね。まあ、最初このサンライズチャートみたいな派手めのカラーでまず魚の居場所を突き止めようってやったんですけど、まあ本当あのポイント入ってですね、やっぱり光がボンと当たって目や暗いとこと明るいとこがはっきり出てるポイントだったんで、まあ魚はその暗いとこギリギリの境界線が捕食ステージであろうということで明るいとこルアーを入れて、まあその捕食ステージをこう刻むような攻め方をしたんですけど、結構1投目から当たりがあって、まあまあ魚のその活性はそこそこあんのかなと、今日一かなんか今までのちっちゃいやつとなんか、ね、違ったんですか。あのちょっとクリア系の色を入れたんですけど、はい、ボンと出てきたんでちょっといいサイズかなと、いきなり下突っ込まれました、ね、素晴らしい。しれーっとこういうサイズ隠れてるんですよね。まあ何発か魚抜いたんですけど、まあ、案の定ちょっと擦れてきたんで、まあ、魚擦れてる状況に非常に釣るのはクリア系の色ですね。あのクリア系のバイブレーションを上げたところ、まずちょっと当たりが出始めたんですが、まあさすがに同じやり方ではもう通用しなかったんで、ちょっと時々止めてボールを入れてみたりとか、逆にロッド上に煽ってですね少し上食を入れてみたりとか、そのただ巻きのあの一定のレンジを引く中に、ちょっと上に上がる下に下がるっていうのを意識したやり方で、まあ、数を伸ばしていただいて、であとまあ当たり前のことなんですけど、しっかり合わせを入れて、なおかつ魚が首を振ってる時にはちゃんとロッドで溜めたり、で手前来てあの魚がですね外れそうな時には無理してあげない方のその丁寧なやり取り、丁寧なファイトを心がけて、まあまあ数はある程度上げていけたのかなと。シンプルな感じ、はい、まあ、まあ基礎的なことなんだけど、そこはやっぱりね最終的には数が伸びていく一番重要なことなんで、まあまあ基本は忘れずにきっちり魚を取っていくというのが基本なんですね。これね、よいしょ、まだ生きてますよ、まさに今食われたばっかのしこいやし、どんぐらいなの、7、8センチかな。ほら、まだプルプルしてますね。こいつ今パクっていくからでしょ。個人的にはこういうスタイルっていうのが非常に好きなんで、まあまあ今回あのシーバスですけど、例えば春のアオリイカであったりとか、夏のそのシラの青森だったりとか、まあまあシーズン問わずいろんなそのターゲットを狙うってことは可能になってくると思いますので、まあまあそのルアーの釣りだけではなくですね、まあ釣りトータルで見た場合、餌釣りとかですね、トータルで見た場合の可能性って部分では、今後もどんどんマイボートのゲームっていうのは進化をしてくるのかなと、すごい感じますね。